戦乱の時代は幕を下ろした。だが全てが終わったわけではない。君がなすべきことは多く、我が輩の夢もまだまだこれからだ。我々は共に善と多難である。君もそう思わないかね。そうであろう。そんな君に良き提案があるのだ。善と多難の道のりは一人で行くより二人で行く方が良い。我が研究には君の協力が不可欠だし、いや、そのような建前はよそう。我が研究にではない、我が輩の人生に君が不可欠なのだ。女性の扱いには自信がない。生涯独り身であろうと思っていた我が輩だ。しかし君に出会ってしまった。君と全てを分かち合いたいと願った。ああ、どうか我が輩と同じ思いがあるならば、この指輪を受け取ってほしい。待たれていた？うん、想定外の反応だ。とはいえ、相思相愛ということであれば、もはや遠慮は無用であるな。ならば行こう。君のすべてを明らかにするため、まずは我が輩の部屋で今後の計画を。何？紋章の力を失った？だからどうしたというのだね。我が輩は君自身を欲したのだ。紋章の力などそれに付随するものに過ぎん。それに紋章を失ったからだというのも研究対象としては面白いかもしれんしな。そうだな。なんだったら君が我が輩を研究してくれても良いのだぞ。他人に研究されるという経験は実は我が輩はまだない。我が輩の初めてを君に捧げよう。実に楽しそうな未来ではないか。君と我が輩のな。